怒ってやるって言ってんの。そりゃムカつくのは簡単だわね。ジャッジメントを侮るとひどい目に遭いますわよ。黙れ、そして腐れ。今日は貴様らに恐怖のお知らせをくれてやるわ。ジャッジメントですの。心配ご無用ですわよ。今からその面倒を片付けに行くんですから。お姉様の方を周知に染めさせることを専門に幅広く活動しており、いけませんわ。こんな往来で私なんだかゾクゾクしてきますの。竜でも犬でもどっちでもいいわよ。とにかくそばにいるって宣言したんだから、せいぜいキリキリ働きなさいよ。私の幸せのために。私あんたみたいな卑猥の野郎の妄想に付き合ってられるほど暇じゃないのよ。今後私に対して口を開くときにはゆっくり三つ数えて考えな。一つ、私にとってそれは必要な情報なのか。二つ、私にとってそれは嬉しい情報なのか。3つ、私にとってそれは聞く価値のある話なのか。分かったわね。あんたね、自分の立場分かってんの？あんたは犬よ、私の犬。さあ、私のために働くことが何よりの生きがいだと。おい、私に仕えるまでの16年間、自分は死んでいるも同然でしたと言うんだ、このオス犬。なんだか気が合うわね。顔してるのよ、あんた。何か期待してたわけ？バカ！バカ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 ！相手が悪かったですわね。もうかったれ！お調子こいてんじゃない！さるかよ、お前は！やめてください。まったく、いい加減にしなさいよね。